とですね、レアルマドリード鹿島アントラーズの一戦について少しお話ししたいと思います。はい、鹿島はですね、マドリードに善戦しましたけれども、やっぱりそのベイルの決定力の前に泣いたというか、ベイルの力がね、際立った試合だったかなと思います。例えばですけど、ルーカス・バスケスはね、試合後にベイルのことをね、エスン・アビオンと、これはね、スペイン語で、アビオンはね、直訳すると飛行機という意味ですけれども、結構そのスピードがある選手とか、そのこうフィジカルの能力が高い選手を、形容するときに、使う表現ですね。まあ、ベイルが突出していたと、バスケスは言っています。これに対してソラーリも、ベイルのことを称賛してますし、まあ、センセーショナルな、ね、試合をしたと。やっぱ誰もがね、認めるところでベイルの力が際立って、マドリーがね、鹿島を倒して、決勝に進んだというところです。はい、マドリーのね、スタメンはこういう感じでしたけれども、まあね、ちょっとね、だいぶこれがこのメンバーは固定されてきてるなという気がします。まあ、あとはね、このマルコス・ジョネンテのところに、カセミロが入った、メンバーがおそらくソラリにとってのレギュラーだというふうに思います。あの試合展開に関しては、そのやっぱりその箇所の、ね、プレスがはまったりとか、いい時間帯にこうボールを鹿島の方がポジションを高めてたっていう時間帯があったんですけれども、やっぱりね、そのクロスのところがね、結構浮いていたかなと思います。実際クロスはこの試合で、パス成功本数が98本だったかな。で、ほとんどパスを失敗してないんですよね。9本しかパスを失敗してません。そのあたりの、ね、やっぱり正確性という意味で、ここでね、起点を作られていたかなと思います。うん、あとはその、まあ、左サイドですよね。この、まあ、最近ずっと話してるんですけど、ソラリー政権で一番の変化はベイルがね、あの左のウィングに置かれてるっていうことで、こうなってくるとやっぱりこの左サイドの連携ですよね。マルセロとの連携がどうかなっていうところなんですけど、まあ、この試合に関してはもうピタリとあったというか、もうマルセロもね、ベイルに、次いで、本当にマン・オブ・ザ・バッチ級の活躍をしていたと思いますし、実際そのマルセロからのね、ベイルのパスの数が11本とかなり多かったので、マルセロが生きる、ベイルが生きるってなると、まあ、このサイドが活性化してきて、まあ、それと、ね、相乗効果的に、まあ、ベンゼマが、ね、こう少し下がって、ゲームメイクする形ができてくると、まあ、ちょっとこう流動的に、こういう形、まあ、3-4-3 と言いますか、そういう形ができてくるので、そうなってくるとね、やっぱりマドリーはすごくこう破壊力があるなというのが示された一戦だったと思います。はい、クラブワールドカップはですね、結構その大会としての価値というか、少しね、ヨーロッパの方では軽視されてるんじゃないかなんて言われたりもするんですけれども、やっぱりその試合後のね、ソラーレの、コメントなんかを読んでもすごくこうね、真剣度が伝わってきますし、まあ、クロスなんかもね、あのとても、ね、大事な大会だと言っているので、やっぱりそのチャンピオンズリーグを、制したチームだけが、参加できる大会っていうところがね、すごくね、こう価値になっていると思いますし、監督はね、選手はそこに向かって、でチャンピオンズリーグを取って、クラブワールドカップへの出場権を獲得して、そこで優勝してもう一個タイトルを取るんだっていうところは、すごくね、強く意識しているので、そこのね、やっぱり気概を感じるので、マドリーがね、おそらく決勝でももちろんね、全力で行くと思いますし、まあ、このまま行くと、クラブワールドカップで優勝するのは、固いかなと思います。で、まあ、ソラーリにとっては、あの初タイトルになるので、ここでやっぱりタイトルをしっかり取っておくということは、この冬のね、移籍市場でももちろん選手たちも動くわけなんですけども、監督もね、最近ほらモリーニョがこう、マーチェンス・ユナイテッドの監督ではなくなって、フリーになったりとか、そこでまたこう噂がね、少しずつ出てきたりもするので、ここでね、やっぱりこうクラブワールドカップで優勝して1個タイトルを取って、残りの半シーズンのね、こう、リーガと、チャンピオンズリーグとコパデルレにこう集中して、取り組むために、すごくね、大切になってくるんじゃないかなと思います。